丸亀製空うどん、秋も丸亀製空うどん。ふるふる簡単もっちもち、カルボナーラ出た。丸亀製麺。今回は一人きりです。はい、寂しいですね。今のまま下がるって難しいのかな、この状態。うん、まあ、ちょっと膝を入れるでもいい、インとかなら、なんか着地がもっとしゃがめると可愛いかなと思った。あ、飛んでる感があんまりない。そう、なんか着地感がもっと強い方が、パッてこう行った方が。こうし、はい、わかりました。でもすごい可愛いと思う。はい、どうぞ。ごまかせるかなと思ったけどでしたね。丸亀シェイクうどん、ありがとう。完璧、はい、大丈夫です、完璧です、はい、そうそうそう、いいと思います。丸亀シェイクうどん、はい、カット。丸亀シェイクうどん、楽しそう。今SEでドーンってここつければ超いい。こっち好きです、ね。前回と前々回は本当にたくさんの方々と一緒に踊ったりワイワイ楽しませていただきました。今回は中場優さんのアートワークで描かれた丸亀シェイクうどんとコラボということで、どんな仕上がりになるのか私自身もとてもワクワクしています。完成版の CM も見るのがとても楽しみです。たくさんの方に CM 見たよってお声掛けいただくことが多くて、私もすごく嬉しい気持ちです。濃厚なカルボナーラだしともちもちの麺が絡んで相性がバッチリでした。さすが丸亀製麺さんだなと思いました。シェイクをして蓋を開けた瞬間にベーコンとブラックペッパーの香りがして、すごく食欲をそそられました。
毎回いろんな味わいの商品が出るのがすごいなっていうふうに思います。そうですね、友達とピクニックをする時だったり、秋のお出かけの時に丸亀シェイクうどんを持って行ってみんなで楽しくシェイクしたいです。最近あんまり行けてないんですけど、家族みんなで山登りに行くっていうのが秋の恒例行事でして、今年はまた行けたらなっていうふうに思います。秋の丸亀シェイクうどんはコクうま卵のカルボナーラうどんや青じそ香るタラポテぶっかけうどんっていう丸亀製麺の中でも新鮮な味わいがラインナップしています。打ちたてで茹でたてのもちもちのうどんと様々な具材をシェイクして食べると相性抜群で最高でした。蓋を開けた時の香りがとても豊かな商品なので、より五感で楽しんでいただけると思います。そしてピクニックやキャンプなど行楽シーズンにもぴったりな商品となっておりますので、秋のお出かけのお供にぜひ丸亀シェイクうどんをお楽しみください。